金って多分ね、お金をいくら持ってるとかじゃないと思うんですよね。たまたまその方の元にあるとか、その方が動かせるっていうお金が、その例えばそれが借りてるお金だったり、まあ違う方からの投資だったりしたとしても、その方が動かせる分量っていうのが多分問題で、自分がどのくらい所有してるとかっていう、所有っていうのじゃないと思うんですよね、多分ね。そこにだから、それで何が重要になってくるかといって、多分その解消じゃないな、解消とかになるのかな。でもその方の器ですよね、人の器がないと、そういったお金も、ね、受け止められないと思うんでね。そうね、お金はすごく大切なんですけど、お金に操られないような人格を作りたいですよね。人格っていうのかな、なんていうのかな、でね、全然お金もないのに言ってますけどね、今の時代でもうお金がないっていうのだとちょっとなんかあれだから、もうお金は私のどっか違うところに貯めてありますっていうことに言うことにします。財布が近くにないっていうことにしようかな。でもね、本当そうだと思うんだけどな、違うのかな。香港だね、すごく面白い街です、この街。